ソロビオフ PS-90、ソロビオフ PS-90、ローは、ロシアのソロビオフ、現、アビアドビガーテリが開発した、航空機予行バイパス費、ターボファンエンジンである。当初は DE-90 であったがの命令により、設計者のパベル・アレクサンドロービチ・ソロバイオフから PS が割り当てられ、PS-90 となった。1992年に、 対空証明を得て運用を開始している。2010年8月1日時点でエンジンの総運転時間は243万809時間に到達している。PS-90 はロシア製新世代旅客機用に高出力、低コスト、低騒音を主眼に置いて開発されたもので、1979年より開発が開始された。 イール -96 向けの競合エンジンとしては、NK-56 が開発されていたがソ連、航空産業省の干渉により NK-56 は開発の中止が命ぜられ、PS-90 のみとなった。モジュラー設計が導入されており、エンジンは11のモジュールで構成され一部モジュールは、野外活動中に交換可能である。制御には2チャンネルの電子制御を導入しており、 動作を監視するシステムも装備されている。PS-90 の基本型。EL-96、つ -204 に搭載された。交渉出力は 16000KGF。ロールスロイス RB211 から535。シリーズよりも13.3%水力が小さいが、燃料消費は8.2%。少ない。どちらもつ -204 に搭載時。 騒音基準は2006年及び2008年の ICAO ステージ4に準拠している。開発は1979年に始まり、1992年に認証を取得した。バイパスダクト内に従来装備してきた温度検出器の TD-90 の代わりに TD-90M を装備して動作温度を摂氏30度向上させた改良型。 イール -76 に搭載されていた、ソロビオフ D-30KP の乾燥用に、開発され、イール -76MF や、イール -76MD-90、76 90A 90に搭載された。イール -76 は優秀な輸送機であったが、騒音の問題があり、本機への乾燥によって、騒音低減、経済性の改善、航続距離の増加を目指した。 交渉出力は 14,500kg であるが、1 6キ0 0 k g への増強も可能である。2003年に認証を取得した。PS-90A-76 に PS-90AE と同様の改良を適用したもの。PS-90A の出力向上計。交渉出力は 17,400kg、E-96 から 400T に搭載。 2007年に認証を取得した p s 9 0 a 1に p s 9 0 a e と同様の改良を適用したもの PS-90A2 はフラットホイットニーとの協力で開発された PS-90A の改良型フランス、ドイツ、スウェーデン、アメリカなどの西側諸国の部品を使用して大幅に改良を施したことによ 大幅に性能が向上して燃費が西側諸国のエンジンに遜色ないものになっており、騒音レベルも最新の規制に適合している。オーバーホール間隔を低温部品で2万サイクル、高温部品で1万サイクルにとしたことで、現在生産される機種と比較して PS-90A2 の価格は20%以上高くなるものの、ライフサイクル費用は37%削減され、 同時に信頼性は50から100%向上。軽量化とファデックの使用により PS-90A より燃料消費量が改善し、整備費用の約40%低減に成功した。これにより PS-90A には PS-90A の半分の労力で運行できる。耐火性向上のため旧型の燃料システムは、 新型の空気で運用するシステムに更新した。PS-90A には、騒音や排出ガスの環境面において、ICAO や他の国際的な基準に適合する。また、PS-90A には、ロシア製のエンジンで初めて ETAPs の条件下で180分間の肩廃飛行を可能にする ETAPs-180 の認定を受けており、 AP-33 航空規格にも FAR パート33と JA33 で適合する。PS-90A2 と PS-90A は寸法は同じであるため互換性があり交換が容易である。そのため心臓の航空機のみならず従来の PS-90A 搭載機の感想も見込んでいる。しかし、アメリカの企業であるプラットホイットニーが エンジンの開発に携わっていることにより、以来への経済制裁の脅威にさらされたため、そのような航空機には PS-90A を代わりに搭載することが検討される。水力は PS-90A と同等の 16000kg であるが、18000kg とする可能性もあった。a s 2 0 4 s m 向けに開発された。 PS-90A2 の派生型で、軽量で安価であると同時に、ライフサイクルコストの点で、PS-90A2 の利点をすべて備えている。PS-90A から、高圧タービンと燃焼室の PS-90A2 同様の改良の適合、7番目の高圧圧縮機に代わり10段の高圧タービンの、 初段に空気によるローターブレードの冷却適用による寿命と信頼性、向上、カオシステム、自動制御システムと BSKD、オンボードエンジン制御システムの使用、TD-90M 温度センサの設置などが行われている。PS-90A と比較して、信頼性が1.5から2倍に向上、主要部品の寿命は1万から1万5000サイクルに増加し、 燃料消費は1万時間で最大4%、運用コストとメンテナンスの複雑さは30%、メンテナンスコ数は1飛行時間あたり0.2万、アワーに低減された。AP-33 と NLGS-3 にも認定されている。2009年に認定、2011年1月に対空証明完了。 イール -96 から 400M 用の改良型。ペルミ社のアレキサンダー・イノーズムツェブ氏は2017年3月に RBC ペルミに対し PS-90A1 をベースにしたこのエンジンのフィジビリティスタディに関する作業が現在業中であると発言した。また同氏は PS-90A2 が大幅に寿命を増加し、離陸時水力を18トンに増加させる可能性が あったことに触れ、これが PS-90A3M において、不現化されるべきであると述べ、PS-90 の技術をもとに開発されていたエンジンで EL-214 や MS-21 に提案されていた ETAPs-180 規格の要件を満たし、有害物質の排出量は ICAO の2008年基準より20から30%以下、 実行地角騒音レベルは 15PNDP で ICAO チャプター4の航空機騒音の要件を満たすとしていた。後に PS-12 は技術デモンストレーターとなり新世代のエンジンである PD-14 に発展した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。